こんにちは、柳沢です。今回は基本的なテクニックについて解説していきます。その名も、うって返しです。ご覧のような状態で、この白2つを取ることができます。取りに行くには、ここか、ここですね。どちらかが正解です。まず、ここはどうでしょうか。これは、白に、ここに繋がれてしまって、それまでです。正解は、 こちらでした。これは白にこう打たれると取られてしまいます。しかし、この瞬間にこの白3つが当たりになっています。すなわち、ここに打って取ることができますで。もう一度振り返りますと、ここに飛び込んだ瞬間にこの白は取れているということです。これが打って返しです。これは本当によく出てくる形です。実践の場面で発見できるために大事なのは目を慣らすことです。続いてはこんな形です。これは、ここに行くのが正解ですね。取られてしまいますが、 取り返せます。売って返し成立です。続いては、こんな売って返しもあります。この状態で、ここに行きます。これも、取られましても、取り返すことができます。これは間違えて、こちらに入ってしまうと、どうなるかと言いますと、取られて、それまでですね。もうこの白には、手を出せないですね。こういった端っこにも、うって返しがあります。この場合は、ここですね。取られても、取り返せます。さらには、こんな売って返しもあります。この状態で、 ここに行きます。これも同じように取られますが、これ全部取り返すことができますね。いかがだったでしょうかなんとなく法則性のようなものが感じられたでしょうかそれでは今日はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。